すみません。限界態勢だね。ごめん、来るべきじゃなかったかな。レン、話せ。私はあんたとやり直す気はねえんだ。会いたかった。あの頃私はもう二度と恋なんかしたくないと思ってた。だけどどんなに傷ついても苦しくてももう一度夢を見ようって、誰かを心底愛してみたいって、あの夜ナナの幸せを祈りながらそんな風に思ったんだよ。いつかトラネスを超えてやるアバよ。超えられるもんなら超えてみな。ああ、お前何やってんの？高そうなバラなのに。ケチくさいこと言うなよ、トラネスのギタリストが。花なんてどうせすぐ枯れるんだから、利用価値のあるうちに景気よく使ってやってんだよ。嫌な例え話だな。あんたは枯れないよ、レン。しかしゴージャスな部屋だね。しかも一人一部屋。これがいわゆるスイートルームってやつか。ううん、デラックスルーム。確かにデラックス、特にこの風呂はな。こんなの無駄に広いだけで落ち着かねえよ。なんかこうしてると昔に戻ったみたいだね。毎日一緒にこうやってバスタブに使っていろんなこと話したよね。あの部屋のバスルームは狭かったけど居心地よくて好きだったな。ねえレン、どうすんのあの部屋。誰も住んでないのに引き払わないともったいないよ。いいんだよ、あそこは俺の原点だから。そのうち買い取って老後はあそこに戻ってお前と二人で静かに暮らすんだ。勝手に決めんなよ、人の老後。ガキの頃あの建物はまだ空き倉庫でさ、クソダメみてえな施設飛び出してはあそこに潜り込んで拾ったギターに弦張って一晩中でも弾いてた。別にもっと生まれた才能なんかなくてもあんだけ弾いてりゃ上手くもなるって。初めて聞いたよそんな話。誰にも言わなかった、天才と思われたかったから。洗わなくていいよ、ここ来る前風呂入ったばっかだし。何度も言うがもうピル飲んでねえんだから風呂場じゃやんねえぞ。分かってる分かってる。本当かよ。レン、うん、さっきの話本当？どの話？今はやっぱ私は意地があるからもう昔みたいにあんたとは暮らせないけど、でもたまにこんな風に会って抱き合ったりお互いのことを話したりできればいいなと思う。それでいつかもっと年取って意地とか見栄とか全部なくなって歌うのにも疲れたら私もあの家に戻ってもいい。
うまいねこのトマト。話そらすな。でもレイラは当時高校生で、そりゃもう可愛くって、俺も狙ってたのにヤスに食われ悔しかったね。いや2年くらい。ちょっとじゃねえ。先食うか。遠慮してんじゃないの、お前が邪魔するなとか張り紙するから。さすが中堅八高は気が利くわね、そこの野良犬たちと違って。そうね。東京にも海はあるんだよね。忘れてた。いい眺めだろう。一緒に住む？考えとくよ。その日匠は。ああ、ナナ、俺払うから。いいよ自分の。じゃあこれも買って旅行でも行くか。あらいいわね、お土産よろしくね。ごちそうさま。どこ行きたい？一人で行けよ、あんたが暇でも私は忙しいんだよ。休めよバイトなんか。大事なライブ控えて毎日練習があるんだよ。何お前またピル飲んでるの？誰のせいだ。そんなにガキが欲しけりゃ他の女に産んでもらえ。俺が他の女とやっても平気なのか。冷たい女だよお前は。今頃気づいたの？曲でも書くか、可愛いレイラのために。やりてえのかハチコと。そういうんじゃねえって。本当にやることしか頭にねえなてめえは。だってお前、恋を知った少年なんて欲望との戦いだぞ。確かに戦いだ、でも性欲ではない。じゃあ食欲か。うまそうだよな餅みたいで。餅？あんたと話してると真面目に悩んでる自分がアホらしくなるよ。そりゃよかった。お前は昔から物事を何でも暗く重く考えすぎるんだよ。思う存分可愛がってやればいいじゃねえか、何の問題もねえよ。そうだけど。邪魔ね。ま、そう言われりゃそんな気も。だいたい寄り戻すつもりすらなかったのに、なんでいつの間にこんな通い妻みたいなことに。ん？何味噌汁とか作ってんだ私、しかもこんな真夜中に。俺の好物だからだろ。そりゃ。お前のスイッチはどこだ？そんなもんねえよ。あったら取り付けてよ。誰か私を調節して。どうして未だにこんなに胸が焼け焦げて熱いんだ。はい。ああ、タケちゃん、おはよう。いや、大丈夫。車で行くし。まだ寝てりゃいいのに、俺の生活に付き合ってたら早死にするぞ。でもバイト入ってるし。ノブが言ってる引っ越し屋が人手が足りないらしくてさ、紹介してもらったんだ。引っ越し屋？男らしいな。デビューの話は？何か進展あった？別に何も。その頃私は。また来てるよ。てめえが呼んだんだろう。撮ってくれたビデオ。毎日くだらねえ口実作って呼びつけやがって。くだらねえとはなんだ、同じみなしご仲間じゃねえか。お前見たら絶対泣くって。一人で泣け、私は寝る。あれいつの間に来たんだ。
界の指輪、二人の赤い糸、今は見えない。約束もないけど。